ツインクエーサーとは、地球から、大熊座の方向に、約138億5000万光年離れた位置にある、約91億年前の宇宙に存在する、クエーサーである。初めて発見された重力レンズ効果の実例である。しばしば不合名を省略した90957プラス561と呼ばれる。ツインクエーサーは、1979年3月に、 キットピーク国立天問題の2.1メートル望遠鏡を用いてデニス・ウォルシュ、ロバート・カースウェル、レイ、ワイマンの英米合同研究テーマが発見した。彼らは2つのクエーサーが6.3秒角と異常に接近しており、また赤型変異やスペクトル線の値が全く同じに見えるほど非常に似通っていることに気づいた。このことからこの2つの光源が 別々の天体ではなく、同一のクエーサーが重力レンズ効果によって分離して見えた像であるという可能性を提唱し、実際8ヶ月後に重力源となる銀が遊具化を G1 を発見して実証に至った。一般相対性理論によれば重力によって時空が歪むため、この歪みに沿って進んだ光は方向が曲がるとされている。もし観測者と天体の間に、 巨大な重力源があれば、重力源があったかも突レンズの役割を果たし、天体から発生られた複数方向の光が観測者に届くため、観測者から見れば複数の像が見えることになる。これを重力レンズ効果と呼び、アルベルト・アインシュタインが1936年にその可能性を予言した。当初、複数の天体が遠い距離で重力レンズ効果が生じるような配置に、 偶然なる可能性は非常に低く実際に重力レンズ効果が観測されることはないであろうと考えられていたがツインクエーサーがその最初の観測例となった2012年現在においてはこのような多重像クエーサーはその5約100個も発見されているなお像ではなく実際に別々のクエーサーが重力的につながっている真の二重クエーサーの発見は クソ B2345 プラス 007A、B をまとめばならない。ツインクエーサーはその名の通り2つの像を持ち、それぞれクソ B0957 プラス 5608A とクソ B0957 プラス 5608B と名付けられている。ツインクエーサーという固有名はその2つの像に由来するが、2012年現在においては観測された2つの像を持つクエーサーは、 ツインクエーサーのみではなく多数あるため、他の20増クエーサーからの特定が必要な場合は、90957プラス561約そび0957プラス5608の名称が使われる。ツインクエーサーの2つの像の理角は6.3秒角で、あるが、これは発見時には重力レンズ効果の可能性を気づかせるくらい近いとは、 家20増クエーサーとしてはかなり離れている方である。実際ツインクエーサーの利確の記録は2003年12月18日に発見された SDSSJ1004 プラス411が14.6秒角と倍以上の値で更新するまで実に四半世紀の間最大の値であった。なお SDSSJ1004 プラス411の値は そのわずか3週間後の2004年2月13日に,に QZJ1435 プラス0008が33秒角とさらに倍以上の値で更新している。ツインクエーサーの赤方変異の値は2つともほぼ同じ1に4 1 4であり、このことからツインクエーサーは約91億年前の宇宙に存在する約138億光年離れた位置にある。 天体であることがわかる。ただし、二つの像の明るさの変化は414日から4百2 0日のタイムラグが存在し、これは A と B の像に該当する光が移動した距離は厳密には1.1光年程度異なることを示している。タイムラグの現れ方から A の方がわずかに短い距離を持つと見られる。死等級は二つの像それぞれが16.95、等級。 合計で16.7等級であり、距離から計算される絶対等級はマイナス25.5等級である。高度から推定される超大質量、ブラックホールの質量は、太陽質量の30億倍から40億倍とかなり重い。ツインクエーサーの2つの像のスペクトル線はよく似ているが厳密には差異が生じている。これは、それぞれの像の光が移動してきた。 銀河間空間にある銀河間ゴミなどの物質がわずかに異なることを示している。ツインクエーサーの像を生み出す原因となっている重力源は遊具を G1 または遊具八88と呼ばれる銀河である。CD 型の巨大な楕円銀河であり孤立した銀河ではなく銀河団の中にある。遊具を G1 はツインクエーサーの発見から八ヶ月後の百七十九年十一月に 発見された。赤型変異の値は0.39であり、地球から50億光年離れた位置にある。ツインクエーサーの像は、高度変化をしばしば起こすが、ハーバードスミソニアン天体物理学センターにて、天文学者のルドルフ・シルトが率いる研究チームが、観測した1996年の高度変化は、今までに観測例がない異常なものであった。高度変化は、ツインクエーサーが持つ、 固有のタイムラグをもって2度観測されている。高度変化は長いタイムスケールで0.3等級、1ヶ月あたり0.05等級の変化であった。この高度変化はツインクエーサーを分離する重力源である遊具化を G12 属するとても小さな質量の物体がもたらす重力、マイクロレンズ効果によるものではないかとされている。仮に変化の原因が 太陽系外惑星であった場合には、ユーグカを G1 の距離である49億光年、離れた位置で発生したことになり、2012年現在、発見されている中で、最も地球から遠い惑星である、MOA-2011BLG-293 ポンドとの距離の23,320光年を、はるかに上回り、最も遠い太陽系外惑星になると同時に、 銀河系の外で発見された初めての惑星となり、銀河系外惑星の最初の観測報告ともなる。ただし、重力マイクロレンズ効果は、惑星が偶然、ツインクエーさんの手前を通過した場合に発生するものであり、当該惑星が属する、恒星系が所属する銀河、遊具化を G1 内で、公点運動を行うことにより位置関係が変化する。 ことから事象としての再現性はなく、従って再確認を行うことはできない。なお、当該高度変化が銀河系外惑星によるものであった場合、観測値から当該惑星は地球質量の約3倍の質量を持つこととなる。ツインクエーサーの2つの像は戦術の通り、約14ヶ月程度の高度変化のタイムラグを持つ。しかし、 1994年9月から1995年7月までの間に発生した4回の別々の高度変化はタイムラグがあるようには見えなかった。ルドルフ・シルトは宇宙紐が考えられる唯一の原因としている。宇宙紐とは時空の相転移の際に発生した異想的欠陥のことであり、その兆候を密度に由来する非常に強い重力を持つ。この宇宙紐が 約100日間の周期で振動していれば、タイムラグのない高度変化を説明できるとしている。クエーサーは、一般的に、中心部に、超大質量、ブラックホール、周辺部に光着円盤を持つものとされているが、ルドルフ・シルトは、中心部の天体は、ブラックホールとよく、似た、永久崩壊した、磁気天体かもしれないと考えている。ツインクエーサーはその候補である。 ツインクエーサーのジェットは、わずか0.12光年の狭い領域からエネルギーが放出されているように見える。しかし、両極とも0.016光年離れた位置から放出されているように見え、光着円盤の内側0.032光年からの領域は特に白熱している構造を持っている。ルドルフ・シルトは、このような構造は、ブラックホールよりメイコスのような強い磁場を持つ天体の、 方が説明しやすいとしている。ただし、メイコスの存在を唱える学者はまだ少数である。ABCDEFGHIJK8C0958 プラス561、クエイサーシンバドハット ABCDE、レンドクエイザーズ、ヒットザチャッツスカイテレスコープ、ハット ABC リサーチシェズニューライトオンクエイザーズ、 スペースデイリーハット ABCD ザダブルクエーサー90957、561A、B A、A グナビテーショナルレンズイメージフォームドバイ、A ギャラクシーアット、Z イコール 0.39SAO、NASA ストローフィズイックスデータシステム、ハット ABCD アノマラスフラドシュシャンズ、インオブザベーションズオブ90957プラス561、A、B、スモーキングガンオブ、A コズミックストリング、 アーカイブハット ABCD マイケロレンシングベリアビラティオブザグラビテシャナリーレンドクエーサー90957プラス 561A ビーザーストローフィザックルジャーナルハット ABCDEFGHIJXOB0957 プラス 5608A クエーサーシンバドハット ABCD0957561A B ツインクエイシステラーオブジェクツワグラビテーショナルレンズネーチャーハット ABCDEFGHIJKLM NOPQRS クソ、so、B0957 プラス5608 B クエーサーシンバドハット ABCDEFG ユーグカオ G1 ギャラクシーシンバド宇宙のドッペルゲンガーナショナルジオグラフィックニュースハット AB CQ0957 プラス561 雑ンクエーサー、ハズイッツブライトネスミステリーリビールドサイエンスにいてね、バイナリークエーサーイズノーイリュージョンスカイアンド、テレスコープハットクソ B2345 プラス 007A、クエーサーシンバドハットクソ B2345 プラス007、クエーサーシンバド、ハットアストロレキシーコン Q4 アストラノミビシン、ハットプラネット MOA-2011 BLG-293LB ザ、エクストラソラープラネッツエンサイクロペディアハットサイエンス、ルーエイディーエアンワールズスロングファラウェイギャラクシーニューサイオンティストハットザサーキュラーループ r クエーションオブ、エコズミックストリングインケル、デシッタースプスタイムズアーカイブハットアメリカンアストロナマーズクレームザットブラックホールズメイノットイグジストザガーディアンありがとうございます